ットコース外れましたがいい形でした。まず外からのシュート、こちらも外から確認できます。最後インサイド体をぶつけながら決めていきます。東京も先ほどシュート当てています。サイズができますね。サイズ、サイズのリバウンドから田中が走ってきます。その走ってきたサイズに、そしてカーク、うん、ゴールした、決めていきます。坂部サイズピカンドロールからの外からサイズ、サイズにはこのアレン、またインサイドですね、うん、そうですね、惜しい、負けないサイズ、あしかし引いて打っていきました。金吉選手が一人で守るんですよね、素晴らしいですね。そうですね、しっかりサイズ、さあ残り2分を前半まもなく切っていきます。フリーだ、あー決めてきました。田中から最後にアレン、ポストアップフック、あー決めてきます。バウンスから田中、田中サイズミスマッチ、うん、そのまま決めてきます。新潟やっとシュート決まるようになってきているんですが、それでも点差は縮まりません。東京がしっかりと決めてきます。さあこれも来た、同じような感じで、そして外からサイズ、田中スターターの形にアルバック東京も戻しています。サイズ外からこれを決めてきます。決まりませんでした、早いサイズ倒れません。サイズユーロステップから、そしてワーチップイン、アンドフェイクからサイズへ